のだな。はい。お世話になりました、国王様。ん？これで救世主様ともお別れか。お互いええパートナーやったで。あっちに帰ったらさ、シェリーとも仲良くしてあげてね。へ、いつでも戻ってこいよ。裏街道の歩き方、みっちり教えてやるぜ。うん。みんな、ありがとう。うん。またね。 いい子になりすぎんなよ。また世界がピンチになったら頼むわ。うん、みんなも元気でね。ありがとう。あ、明日でな。滅びよ。ん、なんだオリバー、お前何して。僕は何も。愚かなる民よ、我が聖杯の力によりその欲深き魂をさらけ出すがよい。 なんだこれ。ん？雪？でも冷たくない。うん。これは。どないなってんねん。 皆さん、脱出しますよ。遥か彼方へ。
聖杯、終焉の禁呪、これで世界は滅びるであろう。そう、幻の大地、猛野のように。世界を終わらせるたびにその大地の名を思い出してきたのよね。世界を終わらせる執行者ジャボ、奴の役目だったはずだがな。だが奴は自らの使命に背き反逆を図った。しかも救世主と魂を共有していたの。それを隠していた。女王様はまた人間に裏切られたのね。漆黒の魔導士ジャボーはこの世界を救おうとした。自らを絶望へ貶めた人間たちを我々の決断に背くとは許されぬことだ。そしてジャボーと魂を共有する少年、奴はまだ生きている。奴もまた我々の決断に背くのであれば、我が力において滅ぼすまで。どないなっとんねんこれ。え、まさかここまで灰の届かない場所だったはずでは。あの人たちこの飛行艇の魔物になっちゃったっていうの？やるしかねえか。そんな、ダメだ、戦えないよ。おい、んなこと言ってたらこっちがやられちまうぜ。ココリに任せて。
おい、ココル、危ない。お願い、静まって。ホーリー。おお、なんやこれは。すごい、一瞬で。ドゥーク、世界を管理。そんな大層な奴がわざわざ何の用だってんだ。礼を言おう。君たちの力でその子は目覚めたんだ。その子、心のこと？そう、君たちは手に入れた心の力、世界を浄化する魔法、ホーリーを。ホーリー、心の魔法なら世界を救えるの？ああ、君たちと彼女の力で。チャルル、心よ、ようやく待ち望んだ相手と出会えたな。うん、心、会えたよ。時は近づいている、心、そしてオリバー、心せよ。またね。
やっぱり嫌がったか国王様。そうしゃあない、おとなしくさせたる。Yeah!
黒水晶、女王陛下が生み出した聖杯の源泉、金珠の要たる存在でございます。だが、それは浄化されたのである。聖杯の浄化、
人には成し得る所業です。やはり彼らは救世主なの？女王陛下、いかがなさるおつもりですか？慌てるな、聖杯。あれは除却に過ぎぬ。破滅への歩みがわずかに鈍っただけ。なるほど、人間どもが多少あがこうと死傷は少ないわけか。ええ、現在の彼らは束の間の希望に酔いしれし愚かな道化。ああ、人間など女王の手にかかれば期待しておりますよ、女王陛下。ところでシャザール殿、あなたあの少年と接触したようですが。ああ、彼らの浄化の力、それを確かめた。確かめる？それは真実なのかしら？もしかしてまさかジャボーと同じに。同胞を信じられると申す。ざれごと。もうよい。女王陛下、しかし。やめろと言っている。はは。女王。ねえねえ、お父様どうして寝てるの？あ、はい、王女様。魔導王様はとても安らかに。どうしたの？どうして泣くの？いえ、泣いてなど。王女様はこれから魔導王様の後を。後を？後を継いで心が王様になるの？はい、皆が望んでおりますので。大丈夫なのかな。さて、王位継承の準備も整いましたぞ。すべてはこの12人の評議会にお任せくださればよいのじゃ。そうですとも、姫様は何の心配もいりません。おい、見てみるがいい。何も知らない心王女。あら、もう王女じゃないのよ。おお、そうであったな。失礼しました、女王陛下。お綺麗ですよ、女王陛下。本日より私たちもレイナス女王陛下とお呼びいたしますね。心、名前変わっちゃうの？はい、本日の王位継承の儀によってお名前も変わりました。国民が皆レイナス様を祝福しておりますよ。魔導王の後を継いで我が国をさらに良くしていってくださると。心、女王なんて乗りたくないのに。
you